というわけで、吉ヶ原来ました。吉ヶ原。片上、そう、片上鉄道の。すごいですね。吉ヶ原みたいな顔。これは無人駅なんで。あ、これで吉ヶ原。どうぞどうぞどうぞ。中入りましょうか。はい、あ、こっちです。こっちええ。無人駅。そうですね。うん。こっち行きましょう。そうですね。この向こう側。そうですね。定期的にあの。そうなんですね。ここまでしか。僕もこれ一回だけ入ったことある。あ、そうなんですね。ずっと三崎町の偉い人がたまたま来てて、あ、なるほど。なんか見学させてくれて、あ、鉄道保存会の人もいて。なんかそんなに感想。昔はこれがあの片上の方まで。降りてて観光列車みたいな、うん、東海線でありそうな、こんな感じなんだな。すげえバスみたいですね。昔のすげえな。作りがね、なんか車掌室もちょっと行きましょうか。じゃあちょっと歩きましょうか、はい、向こうまで。向こうまで。で、こう下降りて。あ、降りて。あ、大丈夫ですよ。定期的にまあ、この列車が通るんですけど、はい、通らない日は渡ってもいいんですよ。あ、そうなんですね。今日通らないですか。ええ。あ、そう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 、ちょっと歩いていきましょうか。なかなか降りることないね。え、まあ子供は、うちの子供はあっち行くかもしれないです。滑り台ですね。あっちだ。でも冷えますね、今日。はい、今日めっちゃ冷えます。そうですね、急に冷えますね、なんか、ね、今日途中はね、なんか暖かかった。暑いなぁ、よかった。こっちの寒いですね。そうですね、ちょっと冷えますね。風が冷たいですもん。幸福や柳原駅。黄色ですね。やっぱ卵かけにちょっと関係した。
卵にね。あ、ちょっとお正月バージョンみたいな。ほんまじゃ。軽く。ね。みかんとかって取られたみたいな。ね。あ、さっき向こうあった。落ちてたわ。そうやっぱそうなんだ、ね。なんかボールあったよね。カラスがなんか狙われた。ね、もうでもこれね最近塗り替えてね。あ、なるほど。一応綺麗になってますけど。多分これもね、ちょっとあれだね。これだけ塗り返してないですね、まだ。ちょっとでもまだ塗装準備ですよね。ああ、ハゲ取るところちょっと一旦塗ってますね。これ錆防止のやつですか？これ錆止め塗ってるんですね。いいよね。はい。綺麗なやつが錆止め。結構年季入ってますねこれ。年季入ってるね。あれも結構大変だね。すごいな。すごい。めちゃめちゃ綺麗ですよね。保存会の力で。ちょっと登ってみましょうか。はい、こんな感じになってですね。あー、でも発電機が中に。すごい油に。こう下から見るとなんか結構迫力ありますね。これ絶対ダメでしょ、来たら。来たら絶対ダメですよ、これ。これもあの電車の河川いうか鉱山の、ああ、鉱山のやつ、まあ、炭鉱の中で走ってたやつかな。そうそうそう、入り口までね。これがあるんですよね。うん、ファーンみたいな感じですかね。そうそうそう。だからまあ硫化鉄鉱をもともと運んでた。硫化鉄鉱、へえ。柳原っていう柳原鉱山のね、その関係で。なるほど。そういう関係のものばっかり置いてたけどね。それ以前はこの高瀬船で硫化鉄鉱を運んでたらしいけど、でもまあその鉄道っていうか普及してきてね、うん、そう。でその下の海っていうか、まあ港吉ヶ原じゃなくて、あの片上ってところはやはりその硫化鉄鉱を船運ぶから、やっぱ、はい、その当時はすごい栄えてたらしくて、うん、なるほど。でももうその、はい、こういう産物は必要なくなって、はい、必要じゃなくなって、はい、あの次第に消えていったという。大体1990年代に亡くなったこの鉄道ですよ。そうですね。でちょっとあの奥まで行ってみましょう。そう、見事な。そういうところからここだな、ここに。そう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 ね。流れてきて、それを運ぶやだと。そうそうそう。よし。すごいね。こういう感じなんだよね、この上の。うん、こういう感じで流してたね。コンベアからみたいな。でここに残ってんのが切ったやつね。なんか岡山市の中心部から、はい、なんか
新岡山港のあたりまで、岡山臨海鉄道だったかな、そんなのあったもんね、岡山、あ、臨海、うん、うん、本物だ、臨海の臨海鉄道、すげえ、そのか一部が、うん、水島臨海鉄道みたいな、そう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 、感じで、だったんですね、うん、使われてたもんね、それにバスが1台さっき入ってきたから、あ、ほんまです、このバスも結構今となってなんかずっと、人いるのかな、います、改装なんですね、昔からありますよね、そうですね、結構年季入ってますね、コンビニ。このバス自体が年季入ってるね。これ上か上まで行ってんすかね、津山。行ってるでしょうね。うん。N 自動車。はい、じゃあちょっと。これね、この客車でやっぱこのその当時従業員運んだり、学生とかね、そうね、そういうの運んでの方を運んでたという。それぐらい働き手が多かったってことですね。そうですね。立派ですね。でもこう見ると。そうですね。ね、今の仕事で電車が出るみたいななかなかないです。すごいですね。あれ絵描いてますね、はいはい。これ落書きですかね。ノーエグジット。落書き。そうですね。ね。落書きですね。これどう思います？やられちゃいましたね。ノーエグジット。どういう意味ですか。出口じゃない。終わりの出口です。なんかエグジットっていうお笑い芸人いませんでした。あ、いい、そうですね。ふふふ、違うんですね。セロフリーすごいね、これ。大丈夫なのかな、落書きだよね、絶対。そうですね。ああいうポイントデザインじゃないですよね。うん、あ、書いてね、うっすら、片原と柳原って書いてますね。柳原ですね。うん、あ、吉ヶ原ですかね。なんか、吉ヶ原ですね。うっすら。あ、うまい。じゃあ考えてくださいね、サイクリスト、はい、というわけで、はい、今日のまとめ、はい、ありがとうございます、そうですね、今日はね、久しぶりにスリチューブ出させてもらってね、やっぱこうスリチューブがこう岡山の情報番組になってるなと改めて思いました、ちょっとまた冗談としてね、まあ、参加させてもらって本当にありがとうございました、本当に当分出れてなかったんですけど出れて楽しかったです、まあこれからもね岡山情報番組スピチューブをよろしくお願いいたします、はい、城に帰るんですか、そうですね、城に最初に帰りましょうかね、はい、はい、じゃあそんな感じで、はい、ありがとうございました、はい、大君、今の気持ちを体で表現してみんか、雲も舞のように、そうじゃ、やってみよう、はい、楽しみにしておくぞ、はい、大根必ずご期待にしています、うん、よどうですか殿、お見それいたした、スピチューブインスタグラム始めました、お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします、この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく、皆さんご視聴ありがとうございます、今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね、こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。